ゆりこだれかです。皆さんこんにちは。どうも。今日はちょっとロマンチックの話をしたいと思います。この前私とデート、秋葉原でデートするの動画はね、結構良かったなんですけど、その時はね、でも日本人とイタリア人のデートはちょっと違くないって思った。そういうイタリア人と日本の違いのデートのいろんな秘密を教えたいと思います。まず、日本人はランチからデートする。なんかランチデートとか言ってるんですよね。そのランチデートはね、どうしても意味わかんないなって思った。なぜっていうと、イタリアの文化だとデートしたい時に晩ご飯が必要ですね。晩ご飯、エッチは一緒。一緒。どっちも口が使える。そういうパッション。うまい、気持ちいいってな感じが、やっぱりどっちも口が使うから、なんか例えばね、イタリア人とかデートしたい時はすごく美味しい晩ご飯のレストランに連れてった方がいいと思います。その美味しい晩ご飯を食べて気持ちが良くなってデート雰囲気になりますよね。でも日本人の友達とか話したら、それは嫌だじゃん、すぐその後考えてしまっちゃうもんって言われた時に、なんでそれ、なんで嫌だな、だってさ、ランチの方がいい男ということだねって言われた時に、いやランチつまんないねって思って、なんかそういうランチがあるから、日本人がよくやってるのはステップバイステップやってるんですね。ちょっと可愛くてステップバイステップ。でもイタリア人とするとバディタッチとかすごく多いから、ランチしにしまったらあれ友達なんて思っちゃうから、逆にその後はチャンスがないかもしれない、あーまあもう友達でしょみたいになってしまうから、そういう大きな違いがありますよね。その後はファーストレディが一番ちょっと違い感じしてたんですよね。まあ私はそこまで気にしてないけど、やっぱり女の子として誰でも女の子として優しくしてくれるのがやっぱりちょっと嬉しいんじゃないかなって思う。まずが席を許す。一番最初が男が来て、あらどうぞみたいが女の子が座ってくれる。まあ大体これは日本人もやってる気がするんですけど、その後はなぜファーストレディがあるのか、ガランテリアというんですね。多分この言葉が聞いたことある、ガランテで、そのガランテが、そのイタリア人の文化だけじゃなくてヨーロッパは大体どこでもそうですね。女の子を憧れて僕を選んでくださいみたいになっちゃうんですね。だから晩ご飯もうストレートでパーってストレートで晩ご飯連れてっていく。だからその後はその女の子は、じゃあ付き合いませんかになる時に、男はみたいな感じになる。それで日本と大きな違い、すっげえ大きな違いですね。ちょっとだけ優しくするのがいいと思います。そのもう一つの違いがある、バディタッチ。そのバディタッチはね、あるから逆に慣れない人がすげえ、ちょっと嫌だね、何染まってんのみたいになっちゃうんですけど、日本人は必ずそれはない。私の友達と手をつなぐとか多い。お母さんもつなぐし、ハグしたりキスもしたりするお母さんと。だからね、ミシに歩くと絶対に問われてるなって思っちゃうんですけど、お母さんがそれが全く理解ができなくて、なんでこんなに恥ずかしいの、この前言われた、いやちょっとお母さん道の上で何か悪いのみたいな感じで、やっぱり日本人がそういう次のステップは手をつなぐイエーイになるなんですけど、それはね、逆にそういうイタリア人がないから、もう完全にそのフレンチキスまでがないと付き合ってるとかチャンスがあるとか全くわからない。ストレスになるよね、それはストレスになるよね、わかんないよということ。でも私はね、あ、じゃあ日本人はよく言ってるのことか、でもイタリア人かっこいいでしょとかってよく言われてるんだけど、私はそうと思わないです。なんかよくあるパターンなんですけど、じゃあこっちがいい、何人がいいとか、まあ、別には気にしないタイプなんですけど、私はもう元々から日本人こんなに悪いって思ってない。確かにそういうちょっとコミュニケーションとかシャイなところがあるから、逆にこっちはね全くわからない、私のことは興味あるとか、本当ハリーみたいが、確かに、わかりづらい、ちょっと冷たい、なんで発酵されてないのって思うけど、逆にイタリア人はね、しつこすぎる、マジでしつこすぎる。
つこすぎる。で、そういう優しさが優しすぎる。これなんか優しすぎる。いろんな全部の晩ご飯がマズが送ってくれて、拍手も送ってくれて、ハグとかピースももうすげえ近いのけど、もうちょっとってな感じになっちゃうんですね。だから私はそんなに、あとはしつこいメッセージとか、日本人はもうちょっと冷たいに見えるんだけど、私はね可愛いと思う。そういうところ歌い元がちょっとわからないぐらいがあるから、ちょっと冷たく見えるかもしれないけど、そんなに好き好き好きって言わないじゃん。でも好きって言ってくれる瞬間に、あってのが、あっちゃんってのが、あ赤くなっちゃう、あ本当好きやばーって。で逆にイタリア人がもう毎5分ぐらい好き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 って言われるから、うんなんかうるせえなーって思うから、ちょうどいいバランス作ればいいじゃんって思う。でもやっぱり外国人とか付き合いたいだったら、でも昼だけだったらもしかして友達だと思われるから、逆に次のステップがあったら、あれ最初からそのつもりじゃないでしょって思うかもしれないです。告白するときにアニメからだと手紙を持って付き合ってくださいとかあるなんですけど、例えばイタリア人ね、告白するときにはっきり言われてる。付き合ってるとか遊びじゃなくて、例えばあなたとずっと人生を過ごしたいとか、すごくちょっと強い重い意味でボーイフレンドとガールフレンドになる。でもこっちが付き合って始まったら彼氏というの言葉はちょっとわからない。あ、なんかイタリア人は付き合っても他の人と付き合ってもいい、なんか経験みたい。で日本人が私の彼氏だよって、もえでも何回出たの、2回も彼氏って2回、えもうちょっと時間を経った方がいいんじゃないって言ったことはあるんですね。で確かにそういうはっきりとかはしないし、でイタリアの方は好きと愛してるの言葉はあるなんですけど、好きは友達でも好きでしょ、だからそれがティボヨベーネって言うんだ。だから友達にもお母さんにもティボヨベーネとかって言うんだけど、ティアーモは愛してる、あなたとずっと人生を過ごしたい、あなたとずっといたいという意味。でも日本が愛してるするなんか愛してるっていう言葉ってさ、あんなに言わない気がする。言わないよね。なんかってさ、そういう教科とか映画の中でめっちゃあれなのに、自殺が愛してるっていう言葉日本人から一回も聞いたことがない。みんな好き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 って言うんだ、好き好き好きあなたと好きってな感じなんですけど、友達として彼女としてどっち行ってみたいな感じになるからちょっと分かりにくくて、やっぱり外人だったらちょっと直接聞くんですね、どっちなのってみたい。でもある、それもお気の近さかもしれない。あとは結局そのやる、ちょっとねこっちはねなんかピロシキを呼んだ方がいいかなって思ってたんだけどちょっとこういう話は初めてんだもん。でも女の子のファンも結構いると思うので、ちょっとねやっぱりちょっと相談しようかなって思って、なんかそういうする時は結構日本人はちょっと大事にしてる気がするんですよね。あんまりしないイメージがある。でもイタリア人はねちょっとそれが慣れないと辛い。昼午後晩毎日3回必要が大体みんなそうをやってるやってるから絶対重いのか今まさかどうやってってな感じしやってるやってるそうそう。でなんか日本人はそこまでないんじゃないかな、ちょっと大事なタイミングで週1回は行くみたい。イタリア人ってとこには足りないかなって思うかもちょっとそんな感じで言われた。はい、というまあ あのもうイタリア人はエッチ食べるは一緒、晩ご飯が美味しい、晩ご飯美味しいエッチもする一緒だ。なんか朝昼晩昼晩と一緒です。はい、ということで皆さんはどんなタイプの男とか女の子ですか？なんかデートとかしたことあるとかしたいとか相談とかを聞きたいだったらぜひコメントしてください。この動画ね好きだったらぜひコメントしていいねももらってチャンネル登録を忘れずにしてください。よろしくお願いします。チャオー。